マイクマの良さは顔を上げて適切な判断をできること。ボール持ってるときに、あの、いい意味でちょっとサイドバックっぽくないというか、サイドバックの頑張って上下運動するみたいなイメージとちょっと違うところでその運動量とかフィジカルはありつつ、そのトップ下とか上手い選手のプレーをできるっていう。器用な選手のプレーで,できるとあ,あ、ダニア・ウベス的なっていうのは確かにあるかもね。あんなにズル賢くはないけどね。あのぐらいやれるのとは最強ですけどね。だそのぐらいやれないと多分菅原と序列変わんないと思うな。 菅原使う理由はすごい分かるからね。分かりやすいもんね、選手としての持ち味が菅原の方が。マイクマの方がちゃん、あの、解説がいる良さがありますよね。おー、マイクマ来たあ、菅原も変わんのね。森田と、佐野回収かな森田佐野ですか。やっぱエンドは残しとくんだね。マイクマ佐野よくしゃんですが、解説お願いします。マイクマはサイドバックで、 えー、司令塔できる選手で、クロスは、めちゃくちゃいい質じゃないけど、あのー、クロスの質は多分すがるよりちょっと落ちるけど、全体的なこの、かゆいところに手が届く感がすごい選手。で、技術的にすごい高い。マイクマのは癖っていうより、マイクマが、あの持ち味で、セレッソで活躍してるし、求められてるところでもあるし、伊藤純也の特性も生かすてあるけど、その、 上がるのが効果的、上がった時にどのポジションを取るのが効果的、今は上がんない方が効果的っていうのは、あの、セオリー化されてないんですよ、サッカー界で。このチャンネルで話してたけど当たり前じゃないから。だから、まあ、間違ってることさ、気づかない要項なんですよね。だって今説明せなかったら意味わかんないでしょ、あそこで。あ、今は入んない方がいいとか言われても。このおじさんが感覚で言ってると思われるでしょ。ごめんね。